はい、皆さんこんにちは、村田です。今回はですね、ちょっとガジェット好きにはちょっと心躍るような怪しげなアイテムを見つけたので、そちらをね紹介したいと思います。それがねこちらです。なんか有名なブランドなのかな、ブディって呼んだ方がいいかな、ちょっとね僕も初見なのでなんともなんですけど、この12通りのね使い方ができる充電ケーブル兼スタンド兼鏡兼いろんなコネクタ兼 SD カードの収納とか SIM カードの収納とか、もう機能が盛りだくさんすぎてどっから手つけていいか分かんないぐらいなんですけど、全てをここの一箇所に集約したみたいな、めっちゃなんか便利そうだなと思ったので、ちょっとこれレビューしていきたいと思います。はい、それではね見ていきたいんですけど、これね 15W 出力のワイヤレス充電器にもなるし、 65W 出力のケーブル、さまざまなライトニングコネクタとかタイプ C、タイプ A、マイクロ USB っていういろんな変換コネクタついてて、鏡、ここですよね、スマホスタンドにもなって、あと SIM カードとかが収納できたり、あとね SIM ピン、これも入ってたりとか、めっちゃ多彩なんですね。じゃあちょっと開封していきます。開けていくと、なんか女性のファンデーションみたいな、あの入れ物みたいな感じの丸っこい手のひらに乗るぐらいのサイズ感で、薄さも2センチぐらいかな、すごい薄い感じのやつです。なんか iPhone 14 Pro の上に乗っけるとこんな感じの大きさですね、うん、でこの中にむっちゃ多彩なね機能を詰め込んでいるということで、ちょっと開けてみますね。ここはねちょっとマグネットみたいになってて、こんな感じで止めるとこう蓋が開かないような感じになってて、でこう開けるとほら これコネクターがあったりとか、ケーブルがねこれこうぐる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 入ってたりとか、これはあれだね、ナノシムかを入れるスペースがあったり、ここはマイクロ SD 入るようなスペースがあったりっていう感じなんですね。ちょっとじゃあ出していきましょうか。まずここ、これがマイクロ USB ですね。こっち、これはライトニングですね。iPhone 充電する用の。そしてこれが USB-A ですね。で、ぐるーっとなってるこのケーブルですね。これを取っていきます。ぐるぐるぐるって。結構長いですね。はい。長くて、もう一周か。もう一周して、もう一周して、そして、はい、取れました。これですね。こっちの先端も。C2C ケーブル。で、長さが90センチあります。この C2C のケーブルがあって、このケーブルの先端を、例えばマイクロ USB にこう、つけたりとか、ライトニングつけたりとか、USB-A をつけたりとかっていう風にすることによって変換して使うっていう形になりますね、はい、あとここは、ここに SIM ピンもついてるのでちょっと出してみましょうか。この SIM ピンもあるのでスマホのね SIM を変えたい時に使えるという感じで、中に入っているのは、こんな感じですね。まずですね、このケーブルなんですけれども、これが 65W 出力に対応しているケーブルということで、結構まあ 65W 出力だったら大体のノートパソコンの電力供給に使えるので、まあ、もちろんね MacBook Air とか MacBook の13インチとかその辺は全然問題なく使えるんじゃないかなというふうに思います。であとはまあこのライトニングですね、やっぱり僕みたいなね iPhone ユーザーには欠かせないライトニングケーブル、これをまあ、iPhone とかにねこんな感じでブスッと挿して充電をするっていう感じ、あとはまあこの USB-A ですね、 A コネクタ、これもガチャンと連結して、まだねあの USB 充電器とかモバイルバッテリーで A タイプしか対応してないものに挿して、こっち側でデバイスの充電に使うとか、まあ、こっちのライトニングをこんな感じでつけて iPhone 充電にこう使うとか、いろんなね使い方ができます。で最後がマイクロ USB ですね。まああんまりね最近だとマイクロ USB のねケーブルの登場機会も減ってますけれども、まだ例えば Kindle のね電子書籍とかモバイル Wi-Fi ルーターとか、まだねマイクロ USB に対応しているね電子機器もあるので、まあそういった機器にこれが使えるということなので、全部で、C とマイクロ USB、 あとは USB-A、 ライトニングっていう4種類の
コネクタを使い分けることができるということで、手持ちのデバイスとかモバイル機器だいたいこれでね、まあ、賄えるんじゃないかなと思います。めちゃめちゃ多彩ですね。これ1個だけ持ってれば全部対応できるわけですからね。例えばまあ荷物を減らしたい旅行とか出張とか持っておくと、それぞれのケーブルを持ち歩く必要がないので、これ1個でねこと足りるっていうことなんで、これはかなり便利じゃないかなと思いますね。そして他にも機能があって、これ実はですね、裏返すとここに充電マークみたいなものがついてると思うんですけど、これがワイヤレス充電器になるんですよ。これ自体が USB-C ポートがついてるので、ここにブスッと挿して iPhone をこんな感じで上に乗っけるとワイヤレス充電ができるという感じなので、ワイヤレス充電器としても使える、めっちゃ便利ですよね。でさらにですね、この四角いところですね、ここがこんな感じで持ち上げることによって、こんな感じでこれがですねスタンドになるんですよ。実はこんな風にしてここにねスマホをかませるようにすると、そうすることによってスマホスタンドになってしまうと。でもちろんこんな風に横置きにも対応しているので、こう動画を見るとかね、そういう時にこんな感じで使えるという感じですね。そしてさらにさらにまだあります、まだありますよ。さっきねちょっと見たかもしれないんですけど、ケースを開けた時にここが鏡になってますので、身だしなみのチェックとか、まあ、そういう時にちょっとね出先で髪の毛をセットし直すとか、まあそういった感じで使えるというふうに、そういった機能もついているということで、まあ充電コネクターにもなるわ、まあ、ケーブルとしてね使えたりとか、スマホスタンドに使えたり、ワイヤレス充電器に使えたり、でさらに手鏡にもなってしまうということで、12通りをこの一つで賄えてしまうと。なんともこう夢があるというかね、まあ、便利は便利なんですけど、こんなに機能いらないよっていうこともあるかもしれないんですけど、でもこれだけね多彩な使い方ができるので、持っておくとかなり心強いんじゃないかなというふうに思ったガジェットでした。で最後にねスペックだけ説明しておくと、このワイヤレス充電として使う場合には 5W、7.5W、10W、15W に対応しています。なので iPhone とかねワイヤレス充電したいよっていう方に関しては 7.5W の、まあ、スピードが比較的速い充電に対応しています。あとそしてこの付属のね USB-C の、ケーブルとして使う場合には 65W 出力出せますということです。これね、なんで、まあ、かなり多彩なので、まあ、旅行出張に持っておくと便利だと思いますし、まあ、中にはね、普段使い用として、まあ、これ1個持っておけば、大抵のデバイス充電できるんで、まあ、便利じゃないかなというふうに思います。あと、注意点としては、このライトニングのね、コネクタ、こちらは、MFI 認証取ってないみたいなので、まあ、そこだけね、OS のアップデートで、まあ、使用ができなくなってしまう可能性もあるので、それは注意した方がいいかなというふうに思います。まあ、とはいえ、まあ、このね、スリムでコンパクトなサイズに12通りの使い方ができるこのブディコンパクトキットゲットしたい方は、詳細はね概要欄に商品ページのリンクが入っています。価格もねそれほど高いものではないので、まあ、全部のねそれぞれのケーブル揃えるよりも、まあ、割安で、ゲットできるかなというふうに思いますので、コスパもいいかなというところですね。では今日はこれで終わります。ありがとうございました。